いいいますいいいませんいし今回鈴木さんから情報技術など先進将来技術をというお話をいただきました私どもとしても今申し上げたような課題を抱えていた中鈴木さんから率直なご相談をいただきまず両者の関係の中で解決するためには業務提携があるのではないかということで 一緒に検討させていただくことに決めさせていただきました鈴木はご案内のとおり国内にあっては軽自動車が中心海外にあってはインドが中心でございますこうした市場においても従来から取り組んできた伝統的な自動車技術を磨いていくのみでは将来は 危ういことを理解しておりましたあの今日はですねあの、こうやって両者があの、先週お話をいただいた内容について、こうして今後、検討させていただきますというあのアナウンスでありますので、そういう意味ではあの何も決まっておりませんま、ですから資本も含めて、全くこれからということでございます。ああええて言えばお見合いのの段階ででりますので あの両者にとって、また自動車産業の発展にとって、何ができるのかは、これから考えていきたいと思っており例のダイハツの関係から、独禁法上の問題でございますが、検討にあたっては、そうした法規制の観点も十分に踏まえて進めていこうというふうに考えております。